はいはいジェッツのアフィのモーニングルーティーン、はい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 、4ヶ月ぶりくらい、4ヶ月ぶりだ、うん、いいペースいいペースいいペー ス, いいペース、今から準備して会いに行きたいと思います、はい、それではエビバディゴーニャンチッ、何知らないのやつ、ねえどうすんの、なんで今言ったんだよねえなんで今だってそんなの気づかんの、オープニングちょっと取り直したじゃん、取り直したいいや、オープニング秋になんかこう変な白い変なあの羽毛布団の羽毛布団してるどこへ飛び立とうとしてるんだよね、もうだけにジェッツだけにジェッツどっち、ね、どっちだけにニャンチジアちゃんもメイクしてもらっていいですか、ジアちゃんもメイクするんです、これがメイクポーチですか、ジアちゃんもしかしてメイクポーチなんですけど、なんか赤ペンがはみ出て入ってます、ジアちゃんのメイク赤ペン使うの、普通のポーチ違う違う、なんだろうこれなんでバカなの、なんなんすか、ジア偉くない、なんでめちゃくちゃ偉いの出てくるやん、偉いですよ、ニャンちゃんがこれよく忘れ物とかなくしたりするから、ニャンちゃんがもしもコンタクトをなくしたらまずいから、ニャンちゃんのコンタクトが入ってます、両目、すごい両目、嫌だから入れといたんだけど、入れといたの忘れてるから、ジア、今また思い出した、あんた本当にジアだね、いよいよ本当にジアだよ、いよ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 ジアだね、ニャンチケイト の, あの眉毛描くやつね、それから眉の上に、え前のえ、それ買ったの、買ったよ、え眉マスカラ持ってんの、ジーヤって、そうだよ、一回使ったんだけど、なんかね、ゴワゴワになっちゃうから、うん、インドの富豪のなんか眉毛みたいになっちゃうのよ、全然ピンとこないじゃん、ニャンチなんか、計らずもがなガリさんのカラーだね、これ本当だ、あ、しかも聞いて、ガリさんと、まあ、今日関係ないけど、大将かもしれない、大将かもしれない、カットになっちゃうかもしれない、カットになっちゃうかもしれないえ、ジエってさ、動画出てるわけじゃん、自分で、うん、あ結構自分カットになってんなって印象なの、ほぼほぼ覚えてないから、どこが使われてて、どこがカットされたかとかも別に記憶ない感じなの、絶対記憶にない、あ、やっぱ自分面白いわーって思いながら見てる、うん、ジエなんかこんなボケ散らかしてるかなとは思う、あー逆に、うん、ずらしたりとか言葉が出るまでの間を実はスローにしてたりするんだよ、若干、あーそれわかるよ、若干あのいじったりとか順番変えたりとかしてる、ジーアがよりボケになるとか、 あそうなんだ、あとなんかわし好きなのがそのジーアにこれ誰だと思うって聞いた時にジーアが答えられなくて、うん、違う人の名前を言うのよ、うん、それも一発で違う人の名前言わない時があるから、うん、ずっとゴニョ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 言ったりとか誰だろう誰だろうとか言ったら、もうすぐ全部バッてカットして、わしが誰だと思う丸々違うとかっていうもうテンポにしちゃってる、そこは本物のジーアはもうちょっとボケてないし、もうちょっと面白くないから。どういうこと？出ないからそんな面白いわけないじゃん。この前だってなんか取材の時、あ、はじめまして、ジアですって。ジアさん、普段そういう感じで普通な方なんでいらっしゃいますねっていうから、そんなんだから、いや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 、ビアヤードやるわけないじゃんね。やばいでしょ。さすがにそれはしないでしょって言ったら。なんちゃん、ちょっと今ちょっと言いたいことなんだけど、何言いたいことがあるんだよ。これ、歯についてるじゃん、こういうのって。うん、いいんだけど。ジア、猪狩君に見られるかもしれないから、そうだよ。あれ、俺のファン、眉毛途中までしかね。あ、やだ、なろ眉なんてことあすっごい。3色ぐらい混ぜたわけじゃない。全部こうやって。グラデ、グラデ、グラデ。え、グラデとかって言う、それをここにこうやってやって。え、そうね、手が汚くなるからやだ。ねえ。こうやってやんだ。眉毛も汚ねえよ。ニャンチでさ、ジアさ、眉毛メイクしたこと何十年もなかったじゃん。え、もう終わり、もうメイク終わり。終わりだよ。ジアのメイクってもう終わりだよ。終わりだよ。これはベストだよ。この前怒られたんだよ、なんか一瞬模様替えしたので、なんか大きい鏡があるのうち、なんかあの本当になんかインスタグラマーしか使わないでかい鏡があるんだけど、 それをね、あの H 点から B 地点に運ぶときに、私がなんか重い重い言って、うるさいの、なんか下ろそう下ろそうとか、うるさいの、なんかもう引きずればいいじゃんとか言ってるのに、ジーヤが何のために緊張してるんだよ、そうこの子で、ほんとにワンチャン鏡ね、ジーヤね、一人でも持っていけるようなあのちょっと重さだったの、ちょっと一人だとだけど傷つけたりとかあったの怖かったから、それがね、普段55キロ抜けてるやつが、お前こんなの持ってる、傷のっていうか、ふざけんじゃん、お前ほんと何のために筋トレしてんだっていう話、また同じこと2回言ってっけど、ニャンチベストポジションじゃなきゃ持ち上げられないの、55キロも寝て肩甲骨寄せて顎引いた状態で55キロなのよ、じゃあ肩甲骨引いて、なんで顎引いて、失速したやんよ、ニャンチジアちゃんはアクスタの準備お願いします、アクスタ見てこのタウンページですね、ガリさん、わふわふわそう、そいや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 、猪狩そうやだけに持ち運び用の個室の方に個室、そしてだ一人で寂しくないかな、ジアもちょっと入っちゃおう、よしよしよし、あ何、あキモい、ごめんなさい、キモいって言われちゃった、そんな自分のこと詐欺すまなくてもいいんだよ、全然キモいと思ってませんけどな逆に、はい、アクスタ広場みたいな、うわーって綺麗にね並んでるんで、あ、お揃いにするね、最新のやつで撮ってる、最新のでいい、こっちがジーヤ最新のしかねえから
にゃんちぴょん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 、にゃんちゃんはこちらです。スプパラ頑張ろうね、みじき。緊張するね。緊張する。この下りのオチはどうなるの、おがりさん。オチは、わかんないから、もうやめたった。バイバーイ。バイバーイ。バッグ作ったの。この前、西武園遊園地に、なんで？クッキーもつけて、かわいくない？で、うちらはこう2枚。片方はもう開けた。片方開けてます。反射しちゃう。反射しちゃうの、写真撮るときに。だけど、ほら、なんか汚くなってるやから、で、なんとジーヤ。ここからが重要。ジーヤちゃん。ジーヤちゃんね。人生初の。ジーヤ、人生初のね、名前うちわを、オリジナルやつ作りました。せーの、パン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 、どうこれやっぱね、引きで見ると素晴らしい。そうなの、アップだったアップで見るとね、ちょっといろいろね、いろいろなところいろいろちょっといろいろあるんですよ、事情が。いろいろなんでも事情ってあるでしょ。特にこれは事情が多い方です。にゃんちただ心配なのは、なんか普通の話だから雨に濡れたらもう終わるというところなので、色が変わっちゃう。そうなんで、変わるところか剥がれが落ちるかもしれないという恐怖の中で持っていきたいので、にゃんちガリさんってさ、緑じゃん、カラーが。ちょっと緑と今日交換してくれたら。ええかもね、今日だけ。何なり気をつけてるの。そうなのよね、担当カラーじゃないじゃん。担当カラー分かってんの、あのジジイと思われちゃうから。確かに、あ、絶対それの方がいい。あ、キャラクターじゃなくて色で揃えた方がいい。色で揃えた方がいい。今日赤色のやつ買いに行こう。そしたら INI のマッタージンもいけるよ。赤だ、ジンか赤だから。うん、あ、で赤と青か。おかしい。青だったら、うん、藤巻くんだし、ジーヤ、松田源元も青だし、あ、折山奈緒も青だ、西村拓也も青、正門くんも青だよ。で、黄色はもともと持ってるけど、大将くんが黄色だ。あ、これでも完璧じゃん。完璧だ。小太郎黄色じゃなかった。何小太郎、何小太郎だっけ。ねえ、黄色あ、よかった、すごい。だから、もしもビット缶行くときはわしが青のを使って、ジーヤが黄色使ってます。完璧、ありがとうございます。え、じゃあ仲良くない仲良くない。にゃんちゃんは25枚のオートバックできまーす。それオートバックって言わないよ。じゃあジーヤ同様も1枚向いちゃって、反射しないようにさ、ほらこうなっちゃうから。そうなんだよ、白飛びしちゃうんだね。これもなるわ、見て。あはは、2回の掛け合いで、うちわの反射率ったら半端ないで。にゃんちじゃんじゃんじゃんじゃらららららららってんてん、ね、その盆踊りみたいなやつ。にゃんちちゃんと担当カラーの服買ったんだよ。あつらえてきた。で、ジーヤちゃんそれ結構高くなかったって。なんか意外とするやんと思ったんだけど、私7000円くらいだっけ。今日どんぐらいなの気温。今日はね、19度だから、まあまあ暖かいの。うん、だから、じゃあ、うがきどうしようかな。何度だからって言われても、それが暖かいんだか寒いんだかよくわかんない。19度は、まあ寒暖、夜とさ、寒暖差があるじゃん。うん、あ、いいじゃん、ちょっと暗めの緑。ここもこの、え、これちょっと乳首透けてない。え、普通にして。なんで、ちょっと待って。これやば、いや、どこ見てんだよ。え、これ、ちょっと見せてない。え、待って、ちょっとこれやばいかもしれない。事務所 NG。 あ、事務所 NG。 あ、で、どうする。え、だって待って、よく考えて、みんなさ、ハイハイジェッツの綺麗な顔見たいだけだって、59歳のスケチ首は誰も見たくないよ。そんなの、中にはいるかもしれないけど、ちょっとやっぱ目の毒だと思うので、このままいくとみんな、ジーヤの乳首にやられちゃうから。視線がこっちに集まっちゃうもんね。そう、そしたら困るでしょ。じゃあ、今からじゃちょっと乳首をどうして隠していくか問題について、ちょっと乳首隠すグランプリ、乳首隠すグランプリ。あ、じゃあちょっとどうしたら一番いい。なんかで貼ればよくない。結局すぐ荒れるっちゃう人なの。マスキングテープとかもなんか粘着がなんかやばそう。いや、ね、マスキングがすぐペロンって取れちゃうと思う。あ、絆創膏で止めれば。絆創膏だったらあって荒れなくなるもん、肌。水に強い、蒸れにくい、しなやか。ねえ、もうそんなもう三拍子揃った絆創膏あるこの世に。ちょっと見えたらまずいの、ちょっとこっち側で貼りますね。貼りますよ。あっちこちゃい、あっちこちゃいのすけ。ねえ、59歳男性が乳首に絆創膏を貼って、左だけ寝起きに乳首で満たされてるんだけど、左だけちょっと貼ってみました。はい、いくよ、パロン。あれ、あ、えなくなった。なくなった。だってほら、こっちこっちあるじゃん。これでしょ。これだよ。え、すごい。なくなった。え、待ってマジでないんじゃない、これ。なった、いけてる。あ、すごい。え、いけてる。意外にも簡単に乳首問題が解決。え、絆創膏ってすごいね。マジで絆創膏ってそういう使い方もできるんだね。そう、むしろそういう使い方しかしないんじゃない。なわけないだろ。にゃんち、足のさ、ズボンどこにあるの。ハンガーかかってる上の、いつもシワのないね、洋服を着れるのはジーヤがいつもこうやってハンガーにかけたりいろいろしてるからなんですよ、皆さん、本当に。
でも好き言わされてる感もありますけど、言わされてる感、そうでしょうね、言わされてる感やばい、そうでしょうよ。え、ベルトどこやんの？ねえ、ベルトあっち、バックスのあそこのところ、ベルトも全部、ま、っまた来て、こっちのセリフだ、ま、ベルトもさ、イブさんのなんか高いやつね、それも、うん、そこら辺にあって、にゃんちで、今回の悪気あるじゃないですか。あるね。あれがですね、多分おそらくちょうどここに刺さるんですよね。おー、ベルトはここか。流行らせたい。え、どんな塩梅になるの？塩梅。どんな塩梅って言わない？かわいい。もうやってる人いるのかな、すぐにこれ。え、かも。インしないとダメだね。ほら、かわいい。かわいい。かわいくない？てん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 。ミジキカラーとガリさんカラーということで、アクニャンジーや楽しんでると思った方は高評価、それでは皆さんも明日お幸せに。ジーやね、結構心配性だから、あのペンラーあるじゃん、ペンラーの電池抜いときゃいいんだけど、結構入れっぱなしで保存しちゃうので、もちろん電源を切ってるんだけど、だから途中あの電池切るって嫌だから、昨日うおぉ電池ここにいるって、ちょっと不祥事だけど、え、何それ給料袋これもうこれしか入れるもんだけど